ルクセンブルク市は、ルクセンブルク大公国の首都である。人口は9万人。周囲のコミューンを含めた、都市圏人口は、10万3973人。同じ名称の国名と区別するため、各国の言語で、市に相当する単語をつけて呼ばれることが多い。アルデンヌの高地にあり、標高はおよそ500メートル。ペトリュス川が、 モーゼル川の支流のアルゼット川に交流するところに位置する。ブルッセルから1 8 8トルケルンからは1 9 0キロメートル世界屈指の金融市場を有する富裕な都市の一つであるが、市内には高層ビルも富裕層が買い物をする高級ショップ街もない。中心部にはノートルダム大聖堂及び市庁舎がある。副都心のキルヒベルクには欧州司法裁判所、 欧州投資銀行等の欧州連合の機関、ルクセンブルク大学、ラジオ、ルクセンブルクなどが存在する。ルクセンブルクの地図ローマ帝国時代、二つのローマ街道がこの地で交差する、幼少点だった。963年、トリーヤノサンマクシマン修道院と交わした交換条約でアルデンヌのジークフリートがこの地を手に入れた。ジークフリートは、 西フランク王国のルイ二世の孫で、神聖ローマ皇帝夫一世の隕石であった。ジークフリートは、このアルゼット川に囲まれた岩だらけの崖地に、堅固な牧場を建設する。地理的に重要な戦略拠点に位置していたため、要塞は強化されて、市場もでき、12世紀末までには、地域は西方に、今日のノートルダム大聖堂のあたりまで拡大し、新しい城壁も作られた。 ヨハン・モームク王の時代には新たな要塞も建造された。息子のカール4世は新聖ローマ皇帝となり、ルクセンブルク領主は白尺から皇爵へ昇釈した。1443年、フィリップ全領皇によって征服され、ブルゴーニュ領ネーデルラントの一部に組み込まれる。その後、スペイン領やオーストリア領の南ネーデルラントとして、ハプスブルク家の統治下に入る。 この時期に城は繰り返し強化され、ルクセンブルクの要塞は、欧州でも最も堅固で壮麗なものとなった。フランス革命戦争では、フランス軍に2度占領される。2度目の戦闘では、フランス軍の包囲を7ヶ月間耐え忍び、難攻不落ぶりで有名になった。北のジブラルタルという死の愛称はこの古事に由来する。しかし、オーストリア軍は降伏、ルクセンブルクはフランスに併合される。 ナポレオン戦争が終結すると、1815年のウィーン会議で、ルクセンブルク大公国が誕生するが、実態としてはネーデルラント連合王国の一、州として統治されることになった。しかし一方で、ドイツ連邦に加盟することにもなり、プロイセン王国軍が侵入した。フランスとプロイセンの間で、ルクセンブルクをめぐって、ルクセンブルク危機が起こると、1867年の、 ロンドン条約で両大国間の衛星中立国となることが決められ、市内の城は解体されることになった。城内に張り巡らされた地下通路もカズマットの取り壊しには16年もかかった。同時にプロイセンの中東地も廃止された。オランダ国王であり、ルクセンブルク大公であったウィリアム三世が1890年に男子の四継ぎなく没すると元ナスサウ公であったドルフが ルクセンブルク大公となり、オランダとの同訓連合を解消。ルクセンブルク大公国は完全に独立を果たし、ルクセンブルク氏がその首都となった。第一次世界大戦が勃発すると、中立宣言にもかかわらず1914年、ドイツ帝国に占領され、ルクセンブルク氏にはフランスに近いという理由で、ショーモルト家の総司令部が置かれた。対戦末期には、 共産主義運動が盛んになり、対抗国でもルクセンブルク社会主義共和国が宣言された。1940年、ナチスドイツが侵攻。1942年には第三帝国に完全に併合されるも、1944年に連合国軍に解放される。戦後、ルクセンブルクは中立政策を廃止、来た。 大西洋条約機構の原価名国となり、また多くの国際機関のメンバーとして外交を展開する。1952年には欧州石炭鉄鋼共同体の本部、機構は主に大陸製機構に分類される。住民の多くはドイツ系であり、日常語としてはドイツ語系のルクセンブルク語が話されるが、公文書にはフランス語が使われる。国際都市であり、英語も 広く通じる。シンバロック様式のルクセンブルク駅、ルクセンブルク市内には地下鉄やトラムはない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録、公式日本政府観光。ありがとうございます。